石川は1年9ヶ月ぶりに代表復帰しています。日本代表を率いるアルベルト・ザッケローニ監督、今日の試合は新しい戦力を見極める上でとても重要であると位置づけています。アイスランドを率いるのはスウェーデン人のラーゲルベック監督です。母国を率いて2度のワールドカップ、そして南アフリカワールドカップではナイジェリアと、ブラジルに少しでも近づかなければいけない今年ですからね、はいはい、さあアイスランドがセットプレー、ファーサイドに送ってヘリング、クリアになりました日本です。アイスランド高さありますからね、はい、16番の大久保、そして左サイドに展開します。もう一度大久保にボールが入った。いい、ね、さあスピードを生かした突破がある、いい回り込みですね、中も揃ってますね。さあ中に前田がいてニアサイド走り込んできた柏木、突破してクロスを上げた、ヘリング、シュート決まった、前田のシュート、立ち上がり前半日本30秒、素晴らしい、前田がヘディングシュートを決めました。サイドのクロスから上げたのは牧野ですかね、牧野の突破から見事に前田が決めました。さあ今のシーンです、まあ、少しここでドリブルで持つことによって前田のポジションを変えながらうまく移動しながらのシュートになりましたけどもね、はい、このクロスですがどうでしょう張さん。そうですね、まあ、アウトサイドをうまく突き抜けてくるとピンチになりますからね。遠藤が最終ラインに戻っています。右サイドを突破します、6番のクリスチャンソン、バーサイドには飛び込んだ、9番のソルバルドソン、栗原がよく体をつきましたけどね、よく体を入れましたね。スウェーデンリーグの2006年得点王のソルバルドソンです。もうこれを切り替えて攻めに行った方がいいと思いますけどね、はい、柏木から右に開いて藤本呼んでいる、その藤本にボールが入りました。ファーサイドから大久保上がってきています。そして前田がいる、藤本左足のシュートを打った、ゴールキーパーを抑えました。こういう姿勢だと思いますよ、はい、やっぱこういうチャンスの時にやっぱ自分で振り抜いていく、こういうアピールは必要だと思いますよね。ここはこうアピールする状況で良かったわけですね、うん、これで横パスしてでね、やっているだとやっぱただの親善試合になってしまいますし、はい、やっぱり左サイドを使います。アーザル・ステインソン縦に突破してニル・ヘルムソンキープをした、バルグバルソンから中に入った、ヘリングのクリアになりました。今野です、すごいクリアでしたけどね、いやこのスペースにうまく入ってきました。ちょっとうまくつなげないですね。さあここはチャンスで右足のシュートを打った、11番のスマウラさんのシュート、まあ、少しいい感じはありますけども、スコア 1-0 ですから、はい、やっぱこの辺でしっかり勝ち切れるようなね、まあ、ゲームを持っていかなければいけないんじゃないかなと思いますけどもね、さあまだ縦パスは入りません。ここに柏木が引いてくるんですよね。柏木が引いてきて、その分藤本が出るんでしょうね。前田から右を使った駒野、ね、前田がニアサイド、ファーサイド、大久保、藤本のシュート、藤本のシュート、3人が同時に入ってきました。いますよね、はい、非常にこう藤本いい動きしてますよね、はい、果たしてどんなプレーを見せるでしょうか。後半のキックオフです。まずはディフェンスラインでアイスランドがボールを回します。最終ラインから縦に送って、守備もアグレッシブに攻撃的にという姿勢にちょっと変わってきたのかもしれませんね、はい、ここはロングスローでしょうか。7番のスルステインソン、おーハンドスプリングスロー、ハンドスプリングスローです。わーすごいですね。ちょっとここ最近は見ませんね。そうですよね、後半はそうではないですよね。さあこちらがすごいですけどね、ハンドスプリングスローですね。ルール上はこの頭の上をしっかりとこう後ろにボールを持ってくるような形でしたが、うん、むしろその出どころの方に激しくいった方がいいかもしれないという、うん、ジョーさんのご指摘もありますね、はい、ここですね、ここですね、今行けたらやはり取れるのでそこから早い攻撃ができますよね、はい、さあ中村健人から藤本抜けた、藤本シュートを打った、代表初ゴール、藤本決めた、見事飛び出して左足2列目から抜け出して代表初ゴール。前半からアピールを続けていた藤本が、いやここから奪ってから長い距離を走りましたよね、はい、そして抜けるタイミング、はい、まあ、中村健吾も素晴らしいパスですけどね、ここでもよく見てましたね、最後シュートのところ、このシュートのシーンですね。そうですね、ゴールキーパーディフェンスを見て浮かしましたよね。アイスランドが攻めてきて、はい、まあ、そういった状況でどうプレーすればいいのかっていうのを藤本はやっぱ分かってたと思うんですよね。それはどういうことですか。まあ、上がる分やっぱり右サイドにスペースができるので、そこを狙ってましたね。田中引き足ではない右足のシュートになった。いやでも動き出しは最高ですよ。いいところでしたね、そのシーンです。藤本からですね。そうですね、今そのボール相手に5-3というゲームを演じましたアイスランド代表です。
勝負ですね。そうですね。さあショートコーナーで来た、そのヨナソンに合わせてくるか、ニアサイド西川防いだ。いやーよく触った、ここは西川をよく触りました。こう感じるんですけどもね、ここで一瞬影になるわけですね。そうですね、まあでもさあ中村ファーサイドには前田がいる、牧野もいる、今野もいる、田中純也もいる、シュートが決めた、牧野決めた。前半から再三のアピールが続いていた牧野、日の丸を指さした、代表初ゴール、セットを盛り上げようというそういった姿勢を見せています牧野。ボレーシュートの後こぼれ球素晴らしいですよ。やっぱこういう気持ちは大事だと思いますよ。まあ、そしてやっぱりここにボールが落ちるっていうところもね、はい、やはり今日彼のやっぱりコンディションもねやっぱりいいので、まあ、そういったところにね月もあります。さん、はい、どうぞ。アイスランドのキャプテンのダニエルソンが話していまして、はい、日本代表の話を聞くと遠藤のことは知っているよと話すんですね。あ、そうですか。遠藤から、さあ石川、勝負するか。石川シュート打った、惜しい、わずかに外れました。石川仕掛けていきましたね。ちょっとこう斜めに戻りながらも打っていくね、角度を作りますよね。そうですよね、はい、石川選手はね右足かなりもう投げてますから ね。もうすでに10本近くハンドスプリングスローを投げています。さあスローになった、今度はゴール正面でリングシュート、11番のスマウラソン。確かに普通に投げるよりスピードがあるからヘディングなんかも当てると飛びやすくなるのかな。スマウラさんです。まあ、どうしてもやっぱりアイスランドが、ね、取りに来ている時間帯になってますから、はい、やっぱり逆にカウンターとかね、スピードのある田中、石川なんかを生かしながらやっぱり見てみたいですけどね。そうですね。さあここはヘディング、さあここから西川のフィード、あーと PK になった。上にこう乗っかっちゃいましたね。牧野が上に乗っかりましたかね今のは。いやそうですね、乗っかってちょっと相手のね肩にこう手がかかってたようなね。はい、牧野に対してイエローカード、このシーンです。今手をかけて上から乗っかりかかる、アイスランド代表にとっては新生ラーゲルベッキ監督率いる初陣、1点も取りました。今ここで長いホイッスル、キリンチャレンジカップ2012、日本代表対アイスランド代表は3対1で日本代表が2012年の初陣を飾りました。前田の先制ゴール、そして藤本代表初